東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋館、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するカープの先発は右の九里、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の菅野、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターの田中、投げました、ストライク、見逃し三振。菅野三球で仕留めてみせました。背番号33。さあ、4球目打ちました、破っていった、菊池ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号9。1球目ストライクから第2球、ここで送ってきました。ファーストを掴んだ、ベースカバーに入る、菅野取ってアウト、ランナー2塁に進みました。ジャイアンツ先制の、打ちました、いい当たり、ライナー破った、レフト前クリーンヒット、アウト、タッチアウト。最後はバックに助けられました。ジャイアンツまずは無得点に抑えました。ノーアウトランナー1塁という場面で田中、第9球投げました、初球送ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト。さあ、得点圏にラン。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは松山、投げました、打ちました、マギーバックしていった、落下点に入った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番野間、投げました、インコース高め、空振り三振。最後は149キロストレート、投げました、打った、田中ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。菅野、この回シャット3人で抑えています。2回の表が終わってカープ無得点で終了です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは阿部、次は4球目、投げた、打った、いい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。阿部、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球、初球を打ちました、これはゲッツーか、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、破った、田中ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。一塁へ一つ牽制球を送りました。投げた、変化球、空振り三振、菅野3球で仕留めてみせました。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは丸、第4球を投げた、打ちました、ショート左へのゴロ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには鈴木、今日2度目のバッターボックス、打ちました、センター前進、これはヒットになります。鈴木、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスは5番松山、第1打席は内野フライに倒れています。初球を打った、三遊間の当たり、破った、ボールは中継、松山ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のピンチ、ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、野間ひと、あーっと、ショーフライになった、取った、一塁送球、アウト、野間送りバントを決めました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。変化球、空振り三振。さあ、リプレイです。ジャイアンツこの回ツーアウト二塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって0対0、ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは田中、投げた、初球決まってストライク、第2球投げました、流し打ち、阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部、さあ7球目、打った、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー九里、第9球投げました、初球から打ってった、ショート正面、アウト。
これで2アウト、ランナーありません。打順をトップに帰って田中投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、田中いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナー、セカンド菊池、初球ストライクから第2球、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、菊池ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。第1球投げました、あっと引っ掛けた、ファースト後方のフライ、岡本落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。菅野見事に流れを断ち切りました。ジャイアンツこのまま勢いをつけたいところ。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは鈴木、投げました、打ちました、田中取った、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには松山、打ちました、岡本ボールを取る、岡本そのままベースを踏んで2アウト。バッターは6番野間、これが3度目のバッターボックス、打ちました、ショート左横のフライになりました、ショート落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。菅野この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で田中、ストレートはボール、第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ヒット、田中二塁を狙う、田中ツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。リプレイをご覧ください。バッターは3番マギ、今日はセンターフライとサードフライ、アウトコース低め、外れてボール、第2球投げた、2球目ストライク、伸びのあるストレート、投げた、流し打ち、ヒット、ライトバックホーム、ホームイン、ジャイアンツ1点入りました、2対0。先ほどのプレーです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは相澤、今日はセカンドゴロ、打った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は西川、第3球を投げた、打った、抜けた、西川いいバッティングを見せました。バッターは代打新井、カーブ続けざまに代打を起用してきます。投球ボール、キャッチャー二塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。第4球を投げた、見送ってストライク、次は5球目、投げました、スライダー、見逃し三振。7回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。カーこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは田中、スライダー、空振り三振、2者連続三振。バッターは2番菊池、今日はここまで3打数2安打1三振。第2球投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番丸、今日4度目のバッターボックス、第3球を投げました、空振り三振、バットアウト、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える8回です。2アウトランナーなしという場面で田中、外角見送ってストライク、第2球投げました、打ちました、いい当たり、ライト交代、フェンス直撃、田中ナイスバッティングです。バッターは3番マギ、これが4度目のバッターボックス、第1球投げました、真ん中ストライク、まずは見送りました、ランナースタートを切った、外れた、二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。カー外野は浅めの守備を取ります。ムービングファースト、見送ってストライク、バッター追い込まれました、サークルチェンジ、空振り三振。8回の裏が終わりまして2対0、ジャイアンツリードはわずかに2点です。
いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは鈴木。投げた、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは5番松屋。第3球を投げた、落ちる球、見逃す三振。菅野ナイスピッチング。リプレイをご覧ください。バッターは6番野間、ジャイアンツ。ここは何としても抑えたい場面。投げた、打ちました、初球打ち、三遊間破ってった野間、いいバッティングを見せました。バッターは7番相澤。第4球は低め、空振り三振。最後はキレのある変化球。菅野見事な完封勝利。ジャイアンツ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0、ジャイアンツ2点差で勝ちました。勝利投手は菅野、敗戦投手は九里。ジャイアンツ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待。